So hello and welcome guys, welcome back to my channel. My name is Vezkin and we are looking Vezkin channel. はい、今日はいつもより結構裏技の量が多いです。いつもよりも結構すごい裏技ばっかりだから最後までご覧ください。ということで裏技どうぞ。 はい、皆さん、最初の裏技です。最初の裏技なんですけど、この木の上に簡単に登れる裏技です。サヌックの中って結構木ありますよね。その時に木の上登れば結構強いですよ。だから簡単に木の上登れる裏技教えます。まずこんな感じに上登ってください。はい、そうしたらここ来たら毎回ジャンプするだけです。ここのいいことはマジで1バレません。ここにいるっていうのをバレないんですよ。だから簡単に敵来たらダンすることができます。はい、 パンティンっていう場所でもできますので、ぜひ使ってください。ここは寝たらもうマジでバレませんので、何人でもダンスすることができます。はい、皆さん、次の裏技はゾンビモードにできます。自分がゾンビになってて、ここに敵いるとき、詰めていけないんですよね。行った瞬間やられますよね。その敵を簡単にダンスする方法を教えます。はい、皆さん、ここ来てください。そしたら2回か3回ジャンプすれば簡単にこの家登れます。ごめんなさい、今設定違かったので、普通にキルするのに遅かったんですけど、こんな感じに 簡単にゾンビにすることができます。はい、皆さん、ロゾックの後ろの方の山にアンチになった時って普通に行ったら橋に敵いてやられますよね。水の中で車持っていって普通にあっちの方行ける裏技を教えます。はい、皆さん、こんな感じに車を持って行ってください。はい、ここまで来たら車をブーストして水の中にそのまま持って行ってください。気をつけることはブーストを外さないでください。そしたら簡単にこっち側来れます。この裏技やって チームメイトの前にカッコつけられるので、ぜひ使ってみてください。同じくこっち側からも簡単にあっち側行くことができます。気をつけることはブーストが外さないことです。そしたら簡単に乗れるので、ぜひチームメイトの前にカッコつけてください。はい、次の裏技なんですけど、このウェアハウスの上に登れます。なんていうかわかんないんですけど、ただこの上に登れます。これ教えたのエルドーガさんなので、本当にありがとうございます。では、やり方を教えていきます。 はい、この中側に来て、このトラックの上にこんな感じに登ってください。そしたら少し巻いて登ってください。そしたら、ここにちょっと少しジャンプして横に行ってください。そしたら少し横に行けば1回ジャンプすれば簡単にこの家登れます。これすごく簡単ですよ。普通に野郎とする敵いないので、ぜひ使ってみてください。結構キル取れますので、おすすめします。 はい、これはファンから送られた裏技です。本当にありがとうございます。バスはコンティナーの後ろの方です。まずこんな感じにこの家登ってください。そしたらアイスブロックを立てる瞬間にジャンプすると長くジャンプできるそうです。今ご覧ください。ご覧ください。こんな感じにアイスブロック立てた瞬間にジャンプすれば長くジャンプしてこっちの方のバスに来れます。これすごくないですか。 これすごいですよね。最初からここ敵来るので結構キル取れると思いますので、ぜひ使ってください。はい、こういう裏技知ってるよっていう方、インスタやツイッターで送ってくれたら嬉しいです。ぜひ動画にしますので、よろしくお願いします。はい、これも同じくさっきの方が送った動画です。こんな感じにアイスブロック立てた瞬間にジャンプすれば、ここも登れます。これもすごくないですか。普通にすごいですよね。ここ来たらキール絶対取れますよ。ポチンキの方結構敵いるので、簡単にこっちボットみたいに打って、こっちに言えば簡単にダンすることができます。なので、使ってみてください。はい、次の裏技はこの上に乗れます。これも結構すげえ裏技なので、おすすめします。はい、やり方を教えます。はい、まず車をここにこんな感じに立ててください。そしたらこの上、車の上乗って簡単にこの上乗って、またこの上に乗れば簡単にここ来れます。 ここ上登ったら戦い方わかれば簡単にキール取れると思いますので、ぜひ使ってみてください。はい、皆さん、次の裏技はゾンビモードにできます。自分がゾンビになってて、そこに敵いる時ってもうそこに詰めていくの難しいですよね。簡単にそこに行ける裏技を教えます。何もダメージ食らわないで行ける裏技を教えます。はい、ここに来て横ジャンプしてください。こんな感じに。そしたら簡単にここに来れます。そしたらここにいる 人間を簡単にゾンビにすることができますので、ぜひ使ってみてください。はい、皆さん、最後まで見てくれてありがとう。最後まで見たってことは結構裏技も分かったよね。もし少しでもいい裏技あったなと思ったら、登録お願いします。こういう裏技バンバン持ってくるので、楽しみに待ってください。グッドボタンとコメントは忘れないでね。気を助けてくれた方、エルドーガさんのリンクも下貼ってあるので、ぜひフォローよろしくお願いします。あと僕、インスタ、ツイッターとかフォロー少ないんですけど、本当にフォローよろしくお願いします。ということで、みんな最後まで見てくれてありがとう。それでまた今度、それまで、じゃあな。
Yeah.